ROG フォン8とゼンフォン11ウルトラどっちが買いなのか考えてみる。今更の極みだが、電子レンジマンの動画、革版が積んだもんなのだ。四国メタンですが、2024年も徐々に終わりが近づいてきておりますけども、もうそろそろ11月か。年末年始の時期ってそんなに新商品も出ないし、このチャンネルすっげー暇になるんだよね。今年はあとシャオミ 14T プロと多分出るであろうアクオスセンス9くらいした確定で買う新アイテムないもんね。多分11月下旬くらいまでそいつらは発売されないので、このチャンネルめっちゃ暇なんだよね。まだまだ。そこで買い逃しているスマホを改めてこの時期や年末年始にかけていろいろ触っていこうって感じかしら。ギャラクシー S25 ウルトラが多分2月から3月あたりに出ると思うので、そこまでが一旦の猶予期間だね。年明けとかに S24FE が出るって話もあるから、実際の猶予期間はもっと短いかもだが。買い逃してる機種といえばこの辺なんだよね。よりによって iPhone と Pixel を今年はまだ買ってないというね。ぶっちゃけ現時点でまだ全然欲しくないという問題がありまして、そいつらはまあせいぜい年が明けて暇な時とかになるかな。リノ 11A は頃合いを見て手を出してみようと思ってるんだけど、ハイエンド枠として気になってるのが ROG フォン8とゼンフォン11ウルトラなのだ。まあ予算があれば両方買うという手もあるんだけど、さすがにないので。そもそも今年のゼンフォン11ウルトラってほぼ ROG フォン8の買いモデル版みたいなやつだからね。というわけで、買うならどっちかなというのを考えていく雑談的な回なのだ今回は。今更感あふれる内容だけど、気になる方は続けてチェックしていただければ。こいつらの違いについて見ていこうか。どちらも2024年に ASUS が発売したスマートフォンなわけだが、ゼンフォンシリーズは9から10にかけて小型ハイエンドスマートフォンを展開していたんだけど、一定の人気を博していた印象はあったわね。特に9の時は歓迎されていた気がするけども、11ではコンパクト路線があっさり廃止されたのだ。唯一無二のポジションには立てていたと思ったけど、やっぱりそもそもコンパクトを求める人の数に限界があったのかも。そんな感じで出てきたのがこのゼンフォン11ウルトラでしたと。発表時に単体で使用解説動画を出してるので、まあさらっとおさらいするけど、画面サイズが 6.78 インチに大型化したのだ。結果として今年のゼンフォンって何か何も強みがわからない中途半端なモデルになってしまっている印象はあるのよね。まあまあ安い上でハイスペックスマホって感じで、一応独自のポジションにはあるんだけど、どっちにしろ14万弱なので、ここまで来たらいっそ ROG フォン8にしてゲーミング特化にするか、あるいはギャラクシー S24 ウルトラや Xperia 1 Mark 6なども視界に入ってくるよね。投稿者的にはこいつはどうかしら。まあ悪くはないと思うんだけど、ここまで数ヶ月スルーしてきていることからも分かる通り、生活において定着する気配がないんだよねこいつ。スナップドラゴン8 Gen 3を搭載してるし、画面も解像度フル HD プラスに最大 144Hz リフレッシュレートと充実していて、解像度はもう1段階上げてくれても良いとは思うが、また望遠レンズを搭載しているのもありがたくはあるんだよね。メインレンズが 23.8mm だから、望遠は光学3枚相当って感じかしら。しかしながら 225g という重量はちょっと内容の普通さに対して重すぎるかと。ギャラクシー S24 ウルトラみたいに圧倒的な大画面や2つの望遠レンズ、ペンの搭載といったこともないわけで、それで 225g はちょっと微妙には感じてしまうわね。本体のデザインはヨドバシで見るたびに結構良いなと思ってるんだけどもね。9や10のデザインも良かったけど、方向性が変わった上でこれはこれで良さげよね。9以降は軟化素材的にそのうち劣化しそうな怖さがあったけど、この11はそれもなさそうなのだ。ROG フォン8ですわな。こいつは発売時に使用確認の動画とか出してないし、ちょっとじっくり目に見てみましょうか。こいつはだいたい 15.2 万とかで売ってるので、ゼンフォン11ウルトラから 1.3 万くらい上乗せになるのかな。差額に対してどれくらいの使用アップがあるのかが気になるところだが、サイズ感は同じような感じで CPU も同じだけど、メモリが漏れなく 16GB になってるのだ。ゼンフォン11ウルトラは 512GB モデルでメモリ 16GB だったけど、こいつは 256GB モデルでメモリ 16GB なのね。まあ正直メモリ 4GB の差でどのくらいゲーム動作に差が出るんだかは分からんけど、とりあえず多くて困ることはないよね。ゲーミングスマホだけあってスペックが最上級なのはありがたいところだわ。後背面は発光するみたいだね。ゲーミング特有の謎の発光ギミック。投稿者のノート PC は ASUS 製で背面が光るんだけど、あれ普段見えないから意味ないんだよね。外で使えば周囲の人を威嚇できるのかもしれない。後横持ちした時にゲーム用の感圧式ボタンが用意されてるみたい。これは例えばシューティングゲームだとリロードなり射撃みたいなボタンをここにすればスムーズ的な感じかしらね。ぶっちゃけ投稿者はガクマスとかプリポネとかアクションじゃないゲームばっかりやるので、役立つのかは謎。でもまあゲーミングスマホらしい面白い機能が備わってるのは良いと思うわね。オプションとして外付けのクーラーやコントローラーも用意されてるみたい。
これゲームパスとかストアのスクエニの昔のゲームとかで使えるならかなり便利そうではあるわね。確か人気の原神はアンドロイドでコントローラー操作できないので悩ましいところではあるかね。公式サイトを見てると他にもいろいろ使うか使わないかわからんような変わったゲーミング的機能があったけど、これは地味にありがたいと思うのだ。バックグラウンドモード、一旦ゲームを閉じても裏で動作し続けるのか。これキャラの育成とかを自動でやってる場合、そのままその動作自体を継続できたりするみたいだね。長年やってるだけあってかなり本格的にゲームの快適なプレイに気を配られてるみたいね。 Windows PC からスマホ内のギャラリーとかアプリとかにアクセスもできるみたい。すごいなそれは。というか投稿者のギャラクシー S24 Ultra でもできたのだ。メイン PC と連携させたら LINE とか開けるようになったね。今冷却性能も大層な代物らしいね。ここもゲーミング EU の配慮ね。画面はリフレッシュレートが最大 165Hz に向上。確かに今日もヨドバシで現物を見てきたけど、かなり表示が綺麗な上で滑らかな感じはあったわね。バッテリーが 5500mAh だけど、これは全フォン11 Ultra も同様、他社スマホは 5000mAh が一般的なのでかなり容量が大きいね。給電だけで旧バイパス充電機能にも ROG 全フォンどちらも対応。後充電は最大 65W みたいだね。後株だけじゃなく左の側面にも USB Type C ポートがあるのも特徴かな。充電しながらゲームするとかしやすいわけね。まあ要するに概ね共通はしてるけど、細かくゲーム特化の機能が追加されてるのが ROG Phone 8ってことだよね。過去モデルと比べるとお財布携帯や防水にしっかり対応したのもポイントなのだ。全体的に普通のスマホっぽくなった代償に、今まで画面内になかったインカメラが画面内に来ちゃったのは結構不評っぽかったわね。ここは今後はレッドマジックみたいに見えづらいようにスート化してほしくはあるね。そういえばプロモデルもあるみたいだけど、これはどう違うわけ？標準モデルが 256GB なのに対してプロは 512GB になってるのだ。あとは標準モデルは黒とグレーの2色から選べるけど、プロは黒のみ。なんか非光沢の渋いカラーになってるみたいね。ちょっとした差ならプロとして差別化しなくていいような気もする。前はメモリ 24GB でストレージ 1TB の本当にプロだねってモデルがあったみたいなんだけど、もう売ってる反応はなさそう。というわけで、まあ買うならやっぱり全フォン11 Ultra じゃなく ROG Phone 8が良さそうだなというのが投稿者の感想なのだ。ゲームをそんなにしないとしても USB ポートが2つあったりとか、全体的に ROG Phone 8の方が満足度は高そうだわ。なおスピーカーが地味に7より退化してるらしいので、スピーカー音質重視ならそっちのが良さそう。お財布防水最新 CPU を取るか、スピーカーと画面内インカメラを取るか。とりあえず頃合いを見て ROG Phone 8を入手してみようかね。このチャンネルではガジェットのレビューをいろいろやってるので、チャンネル登録とか評価とかよろしくなのだ。レビューしてほしいガジェットの案やコメントもお気軽にどうぞ。紹介した商品のリンクは基本的に概要欄にあります。ブログやノート、サブチャンネル、SNS もあるので、興味あれば概要欄からチェックしてくれ。片落ちの全フォンなり ROG フォンもそのうちレビューしてみたいわね。古い ROG フォンとか使い道があるのかちょっと気になるよね。また見てくれよな。